んですよじゃなくて今日いつもより早いんですけど、本日はちょっと早めに、あ、りなちゃんもしかしてまだ終わってなかった感じですか？あ、ごめんなさい、1時間ぐらいでしょうね、ごめんなさい。りなち卒業また減っちゃったね、メンバーが。あ、終わった、あ、よかったよかったよかったねえ、どん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 卒業してしまいますけれども、まあ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 、なんでりなちの話なんだっけ、あれ、なんだっけ、何喋ってたっけ、あ、そうそうそう、なんかいろんなね、配信が今日この後にあるみたいやから、そう、ちょっと今日早いのはそういうことなんですよ。 Yes, yes。 8時か、まだ。でもね、私もう8時やのにご飯も食べたし、もうお風呂、じゃあ筋トレしてお風呂入るだけ。あげー、早い、8時の時点でもうこれは最高よ。今日はね、なんかなんやかんややることやって、なんかちょっとダラダラしすぎてんなって思ってたけど、なんか今日一日振り返ってみたら、なんかやらなあかんことはちゃんとやったから、今日はね充実してるよ。今日ご飯作ったんですけど、実は昨日の失敗した、昨日やったよな、俺らし昨日失敗したパスタを作ってみたんですよ。レモンの、レモン何パスタでしたっけ、スモークタン入ってて、何パスタやったっけな、そう、そうじゃなくて今日は家族の分を作ったんですけど、今日はなんと成功しました、イエーイ。スモークタンはなかったからちょっと買い出さないといけなかったんですけど、問題の千切りキャベツですかね、千切りキャベツも余ってたので使いましたし、そう、嬉しいの、カットキャベツなんですけど、彩りっていう意味も込めて、先生はカットキャベツを準備してくださいって言ってくださったみたいなんですけど、まあ私千切りキャベツなわけで、彩りなんかも一切役割を果たしておりません。皆さんが作るときはもう絶対に焼きそばに使うようなね、カットキャベツを準備していただいて、そう、ほんでさ、また今日もやらかしたんですけど、その作ってる時に、まあ、最終的には成功したんですけどね、最終的には成功したんですけど、まあ、パスタを茹でる時ってさ、まあ、お湯を張って塩を入れて沸騰したところにパスタを入れるじゃないですか、ですよね。で、昨日そうしましたもんね、沸騰してから入れなあかんかってんけど、私お湯を張って、で、水を特にたくさん準備しなあかんって、もう昨日学んだから、とにかく水をたくさん準備してよしと思って、で、火にかけて、ほんですぐパスタを入れちゃったんですよ。だからパスタも硬い芯のまま、なかなか何柔らかくなってくれなくて、そうなんですよ。だからこの辺までお湯に浸かってるんですけど、だからこの辺5分、じゃこの辺3分ぐらい浸かってるんだけど、ここまだ浸かってないんですよ。だからこれ7分はどうやって計算したらいいんやろってなって、ここ7分しなあかんけど、ここもだって7分もしたあかんやん、4分ぐらいあるやから、どうしようと思って、
でもやばいやばいやばいと思って、もう頑張って上から、うん、押し込んでさやったよ。でさもう入れちゃって熱いから半分に割ることもできないし、最悪と思って、ほんで7分ぐらい経って、まあ、トータルで1本食べてみたらもうすごい硬いんですよ。もう最悪やと思ったら、あの塩を入れてなくて、私なんて塩も入れるの忘れてたと思って、あの7分経ったけどすぐに塩山盛り入れて、塩入れてパスタをしたんですけど、でもそこから何やろ、なんかプラス何分かやってたらちゃんと柔らかくなってくれたので美味しかったよ。そうちゃんとな、あの配信を見ながらやってたんですよ私。でも面白パスタ麺のくだりを私スキップしちゃってて、その面白パスタ麺する前に塩の段取りしたから、もうよかった、なんとかできました。なんかそういう炒める系はもう入れるだけやしすぐにできたんですけど、まあでもキャベツも入れたけど全然彩りないし、まあできたよっていうツイートを後でしようと思って見ましたか皆さん、あのサムネイル結局何になったか。昨日はそのパスタとスモークタンとバナナかの3パターンで面白めをやったんですよ。でどれが採用されるかなっていうちょっとワクワクも残して配信終わったんですけども、結局何になったかはまあちょっと見ていただいて配信をでもよかった、ちゃんと成功しました、嬉しい。みんな見てへんやん。よかった。そう、失敗は成功のもとってこと。そういうこと、そういうこと。エプロン欲しいな、あのグッズの全部欲しいけど、ぜひ作った方はハッシュタグ NMB とおうちバーベで見てみ、作ってみて、じゃあハッシュタグ NMB とおうちバーベで作ったらつぶやいてください、よろしくお願いします。グッズも届いたら、てかもうそういうお料理系に関することはもうハッシュタグ NMB とおうちバーベで見てくれたら、あのメンバーも結構そのツイート見てるのでお願いします、見てください。木製プレートはそうそうもらえたんですよね、もらえたっていうか配信で使えるように準備してくださって、スタッフさんがありがとうございます。そう、あのお皿もう割る心配ないもん、木やから落としても落としても大丈夫。それを言えばよかったよな昨日、私落としても安心ですよ言うて、うん、デザインも可愛いし。そう、私の料理スキル上がってますかね、やった嬉しい。でもとにかくレパートリーは増えました、ほんまに。あの作り方を見ないと何もできなかったけど、この企画が始まって作れる自分のレパートリーが増えた。日本食だけじゃなくって海外のお料理とかもできる機会になってるので、ほんまに嬉しい、楽しい、嬉しいです。割らないお皿って書いてた誰かが割ったもんな誰そんなことすんの。
ね、大きくなってきましたね。何落としてたんかな。あ、明後日までなんで、明後日までというか、今私が参加しているイベントで、AKB グループ新聞さんのグラビアロケに行けるかが決まるイベントに入ってる参加させていただいてるんですけれども、それの投票を皆さんにお願いしたくて、あさって7月1日に2回目の中間発表、2回目というか、2回目の中間発表がありました。ありまして、前回は西ブロックで私は2位だったんですよ。そう、ありがたいことに。だから次の7月1日には1位になってくれてることを願って。あ、毎日投票してくださってますか。ありがとうございますね。あれ一個一個ねしないといけないから、もう本当に大変なんですけれども、で周りがねこの中間発表を見てどう動くかは予想もね全然ついてないですし、逆に7月1日の結果がまあどうやろう、まあ、もしかしたら2位より下かもしれないし、でも1位でね、もうファーンと行きたいのでね、中間発表どうなるか、ドキドキワクワクですね。ありがとうございます。は、投票してくださってる皆さん本当に嬉しいです。全然想像つかへん予想つかないんですけれども、まあちょっと応援したいなって思っていただいたり、グラビアロケ行って、何やろ、ロケ写真集みたいな感じになるのを見たいって思ってくださる方がいれば、ぜひ投票よろしくお願いします。本当に写真集並みにたくさん撮っていただけるみたいで、だから私もオフショットいっぱい撮って帰ってきますね。またが行けるので、まあ2位でも行けるんですけど、まあどうせなら1位行きたいよねっていう気持ちでーすよろしくお願いします。でもほんまにこのイベント始まってからすごい自分の体型を見直すようになって、体型と食生活、なんか食べ物とかも昔よりかはなんか知るようになりました。どのタイミングでこれを食べたらいいとか、どのタイミングでトレーニングしたらいいとか、勉強する素敵な機会になってます。だからね、いいですね。これは私は真面目なんかな、どうなんやろ、真面目かもうちょっとチャラチャラはしてないかな。確かに「よろしくお願いします」。ほんと十分経ちましたね。え、聞いて、あ、聞いて、最近ね荒野行動をまたやり始めたんですよ。バン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 って打つやつだから、やってる方はまた語りましょう。荒野行動、それゲームとかも需要があるみたいで、
e スポーツとかもねあるじゃないですか。だからなんかちょっとやってますよアピールちょっとしていった方がいいんかなと思ってやってみてるんですけども、一人でやることが多いですよ。面白いですよ。あのね、勝てたらめっちゃ楽しいで、やり始めて、まあ、次も勝てる気がしちゃうんですよね。ウィー入れと荒野行動の違いが正直分かってないんですけど、ウィー入れやったことないんですけど、配信しやすいゲーム、あー確かにオープンレックの赤ね、それもいいですね。オープンレックはアーカイブとかもあるんですか。あ、ウィーレ、あれ何だっけ、あ、PUBG の話してた私。ウィーレ、ウィーレは友達がやってましたね。なんかすごいリアルなサッカーですよね、あのゲーム。PUBG は私がやってんの、あんな違いないやろ。なんか PUBG は荒野行動よりもなんか色が鮮明でっていうイメージかな。プロスピーは分からへん。あ、1000人フォローしたら残る。あ、PUBG っていうの、 PUBG やと思ってた。PUBG の方が前からあんの。荒野行動の方が使えない手はいるけど、見てみようかな。なんか荒野行動はほんまに勝てたら楽しくって、負けたらすごい悔しい、だからまたやりたくなっちゃう。そうやりだしたら止まらないですよね。わかる。でも容量が重たいイメージ、なんかあんま外ではできないですよね。こういうことはチーム戦もあるんですけど、4人で行く時もあれば3人で行く時もあったり、友達と2人で行けたり1人とか、最大5人かな、ちょっと分からへんけど、4人以上でやったことないですね。なんか足音とか分かるんですよ。なんか音出さなできないんですけど、メンバーとはナッツさんぐらいかな、やったことあるの一緒に。とはあんまり、そう、だから全く知らない人と荒野行動をやったりもしてます。なんかランダムでマッチングされるんですよ、仲間とするときは。最近でもやってないけど、それではなんかその物資もすごい強い銃もあれば、なんか全然もう弱い銃もあって、で遠くの人をパーンってできるのもあれば、全然遠くに飛ばない銃もあったり、なんか連続でババババーンってできる銃もあれば、パーンパーンっていう銃もあったり、でリュックもレベル3まであって、レベル1全然入らない、どんどん入れるようになったり、なんかその物資のレベルを高くしていくっていうのも楽しい。そう、集めるんですよ自分で拾って、で相手を倒したら、相手、その倒した相手がいい物資持ってたら、その物資もらえるんですよね。そう、楽しいんですよね。あ、ハチスコ、そう、スコープってあって、遠くにいる相手をすごい近くで見ることができる、スコープっていうのがあるんですけど、15スコープとかあるの知ってましたか。そうなんですよ。でもやっぱそういうレベルの高い銃とかスコープとかが、スコープとかは普通に落ちてないんですよね、その辺に。なんかそういう専門の物資が入ってるところがあって、でみんな欲しいからそこに集まるわけですよね。でもみんながいるとこにいたら、やっぱ
殺されちゃう、倒されちゃう確率も高くなるから、すごい注意しながら行かないといけないっていう。無課金です、私は。私ゲームに課金したことないですから、課金しなくてももうほんまに楽しいから、ちょっとやってみてください、気になってる方は。で、私は結構隠れていくよりもすごい打ちに行くタイプ。私ほんまに大丈夫なんですよ、私ね、敵に合わないんですよ。避けられてんのかなってぐらい。そう、なんか遠くから撃たれてると、まあ遠くから撃ち返したらいいんですけど、やっぱ命中しないから、私も相手がこう撃ってたら、もう相手おるとこにすごい近づいて、近くでパーンってやります。私ほんまにイモらないんですよ。昔の私はすごいイモってた、話しましたよね、めっちゃ前に。全然知らん人とやるわけやからさ、そう、全然顔も知らん人と、まあ、一緒にマッチングしてやったことがあるんですけど、チャットを送れるんですよね、それって。で、まあ、よろしくお願いしますとか、ここに物資がありますよとか、次どこに行きますかとかあるんですけど、私がもう、でもその時はなんかしなあかんくて、何か荒野行動から離れたんかな、で相手に見つかったら殺されちゃうから、こう伏せてちょっと待ってたんですよね。そしたらなんか全然知らん人からチャットで「おい芋んなよ」みたいなチャットが流れてきて、いや違います違いますって思って、そんなこともありました。だからほんまにどんどん倒したい人はもうそうやって芋んるのがもうあかんねやろうな。でもめっちゃ前の話これ。でもまあ誰かと一緒のチームで戦えるっていう楽しさもありますよね。ちょっとゲームのことも発信しようかな。親行動もちょっと気になってる方はぜひやってみてください。だから好きな方は喋りましょう、それについて。ぜひお電話会とかで。ね、ではランキングアップします。13位デベルさん、ありがとうございました。12位みものちゃん、ありがとうございました。11位えいめいちゃん、ありがとうございました。10位あつさん、ありがとうございました。9位ちあきちゃん、ありがとうございました。8位まゆかちゃん、ありがとうございました。7位のはらしのすけのすけさん、ありがとうございました。6位りょうちゃん、ありがとうございました。5位まりあちょうがちこいさお、まるももねにおきちゅうさん、ありがとうございました。4位ふじさん、ありがとうございました。3位てっちゃん、ありがとうございました。2位とりおじさん、ありがとうございました。そしてちゃんみっちー、ありがとうございました。ではまた明日、まだの方はイベントの投票もよろしくお願いします。ではまた明日。